しながら、その車の仕事しながらもうカメラはもうずっと離れなかったの。そう、離れなかったね。その時のカメラってこれ？そう、これ D7000。 もうずっとこれで。どっから D7000 なの、それは。1社目の車入る前。入る前か、うん、じゃあもう結構ずっとなんだ。高校出て金ため、そうだね、仕事で金ためて、そう、1年経つか経たないかぐらい、うん、で、ニコンにした理由もその当時の会社がキヤノンだったからって。あ、逆に。あ、で、それでニコンを買った。そう、ニコンを買った。それで、うん、すんげえ単純な理由。そう、単純だね、結構ね、割とね。あとは、ただただこのニコンの色が好きだった、うん、このカラーが。あ、この、ね、ブランドカラーが、このブランドカラーね、このね、黄色と黒ね。これ映ってるかな、映ってるね、多分ね。これね、これが綺麗。なんかドラマとかで見てて使った人がニコンだったっていう。あ、それもあるんだね。単純な、いろんな単純な理由が重なって。そう、で、じゃあで、その車が、まあ、好きで写真撮ってました、うん、仕事の終わりに写真付き撮ったりとか、うん、あと、まあ、青空撮ったりとかしてた、うん、で、なんでこの今の会社に戻ってきたって言ったら、写真に完璧に、まあ、なんかきっかけっていうか、そうですね、もう最終的なきっかけ、もうシンプルにもうカメラマンに、ね、なりたかった。まあ、またもう一回ね、もう一回写真の道に戻りたかった。うん、で、ま、前の1社目とかその感じの時は、うん、まあ、カメラマンにならずに、まあ、アシスタントで終わってたっていうこと、ね、まあそうね、受付とかね、そういうあの、まあまあ、カメラ以外の下のね、仕事、うんうんうん、分かる分かる、それはね、しょうがない。それはだからどの会社入ってもそうだよね、やっぱり、ね、そう、あの、まあ当時もね、まあ、俺もね、ちょっとで、若すぎたってのもあるんだけど、うん、カメラマンで入った、まあ、18とかだもんね、そう、うん、カメラマンで入ったのに、うん、なんでカメラ持ってないんだろうってずっと思ってた、うん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 、本当にずっとカメラマン以外の仕事してたから、うん、でも下積み時代っていうのがあるからね、そうそう、今の会社入って、うん、今の会社はもう今の会社も、でも最初は受付系です。ああ、やってたね、受付ね。でも最初スタジオにあった、最初スタジオにいて受付じゃなかったっけ。受付を下からやっぱりやった、ね、もうずっと最初の何ヶ月はもう受付ですっていうの、うん、そっからスタジオに上がります。でも受付業務がちゃんとできなければカメラマンにはなれませんって。ああ、でも最初にそれ言われるのいいよね。そう、あ、だからで分かるじゃん、一回失敗してるわけじゃん、1社目でさ、そう、ね、要はそう、ね、だからもうめっちゃ全力でやります、うんうんうん、でも受付めっちゃ必死に頑張って覚えてね、全部いろいろね、でも仕事ね、楽しかったんですよ、受付。ああ、まあ、料金とかはね、お分かりないんだけど、うん、でも営業したりとか。でもさ、そう、結局そこが大事だもんね、営業するのが。結局撮影する時にもさ、そうそうそう、あの使えるから質問されんじゃん、やっぱりこのプランだとどういうの撮れるんですかとか、それがさ、さっと答えられたら出せるからね、やっぱり受付やってて、そう、受付やっててよかったなと思う、うん、やっぱそういう下積みはやっぱり大事、大事大事、もう、はい、一回経験してるからね、もう同じ失敗しないからね、そうね、そうで、まあカメラマンやって、うん、で今に至るって感じか、はい、なるほど、いいですね。なのでまあカメラマン、まあきっかけ、まあ2人の知り合い、知り合ったきっかけっていうのは、まあほぼほぼ写真館で、そう、でも1ヶ月違い、まあ入社的には1ヶ月違いだよね、俺6月だったね、7月、俺7月、そう、うん、未だに覚えてる、そう、あ、本当に、あの一緒にこう見学できた時の、うんうんうん、来たね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 、そう、あの人かと思った、写真館に見学に行ったね、最初ね、そうね、面接っていうよりはまあ見学で最初俺は行って、まあまあまあ、太田さんいたの、あの時って、でも見学というか、あの上司に先輩に連れて結構なかった、あ、そっち？俺そっちの方が印象強い。あ、本当に、うん、まるまる最初じゃなくて、まるまる最初は多分見てないかもしれない。あ、本当に、うん、多分確かに、そのまるまる最初は多分本当に6月とかだったんだよ、確かに。だから本当に最初だから多分 下にいたのかな。あ、多分そうだね。そうだね。あの多分スタジオに行った時だよね。要は。あ、そうそうそう。でね、うん、あ、そうそうそう。じゃあそれはそしたらそうだ。もう入ってて、もう俺はブライダルの方にいて、そうね、でついてってきたって感じ。ああ、なるほどなるほど。その時ね。そう。だから印象としては、とりあえずまあめっちゃ面白い人だなと思って。ああ、マジで。そう。俺その時でもどうだろうね、最初だから、あのブライダルでとりあえずなんか、うん、あの店舗行くとよく今ためにね、ちょこちょこ話したりして、そうね、話したね、で、まあうちの店舗にね、ここ本当に来るってなって、うん、来たね、うん、行ったね、いやもうそっからだよねそっからもう楽しかったねいや楽しあのやっぱ楽しかったね、そうね、仕事は楽しまないとダメですよ、やっぱり、いや、あの本当に、スムレさんがよくもう口癖に言ったのは、うん、もう自分が楽しまないと、そうそう、相手を楽しませられるわけがない、いや、そうだよ、そうだからね、やっぱスタッフ同士が楽しくないとダメだよって。いや、まあそうなんですよね。やっぱりね、そこは楽しんで、そうそうそう、いかないとやっぱり何でもそうだと思う、俺は。まだ27歳の若造ですよ。それは思うよ、本当に。楽しむっていうことが一番。どこでもね。何にも変え難いからね。そう。
な感じですかね。ここはちょっとすげえ長えなマジで。何分喋った？これだってさ、あれだよ、オープニングだからね一応これ。そうだよね、まだ本題入ってないからね。クソ長えマジで。写真のことって、だって写真出たのあんなのに車だよ、だったら入れといてくださいって言われたやつ、俺写真あれだからね、ここじゃねえんだよ、メインのところじゃないんで。話そうと思ってたこといっぱいあんのにさ。そうね、一回話そうか、とりあえずちょっと待って、戻そっかじゃ。これ今終わったの、太田さんの自己紹介終わった。そうだね、終わったね。あと本数で言うと、これやってこれ、お客さんから、まあ、これちょっとあれ言っちゃったあれだけど、これとこれとこれがあるんだよ。よし、頑張ろう。これもあるんだよ。それこれはまあなしにしようか。まあそうだね。ということで、はい、じゃあ、まあ今回は最初は太田さんの自己紹介ということで、はい、喋ってもらったすみません。今後もまあ何回か動画にやってこう出てもらおうかなっていうのはあります。はい、よろしくお願いします、はい。なのでちょっとお願いしたいなと思います。はい。あいついらねえっていうコメントがあったら、首首首で、じゃ次の違うゲストをちょっとお呼びしようかなと。いやでも待って、俺はさこれ運んでたの。何？そう、分かる分かる分かる。これが運んでくれたからね。あのね、でもね、そうそう。違うゲストをね、お招きしたいなっていうのはあるので。おお、誰が来るんですか次は。だからさ、次さ、こうここにさ、こう呼びたいよね、見てる人。ゲストハウス的なね。そうそう、見てる人来てくださいっていう感じ。ただちょっと知り合いがいいな。 お兄さんじゃねえ、僕あの人見知りなところが出ちゃうから。よく言うよ、知ってる人来てください、はい、そうだね、 YouTube 見てる人、知ってる人は来てください、はい、はい、でちょっとフリートークしましょう、はい、何でもいいんで。はい、佐藤さんですかね。はい、佐藤さん、今日午前中から名前を連呼してるよ。お願いします佐藤さん。はい、はい、じゃあこのあたりでじゃあ一旦動画を終わりにしましょう。はい、ありがとうございます。よし、いやーやばいな。はい、じゃあ今回は何を、でも我々というか、まああ、待って、お菓子紹介しようか。そういえば、たわ、お菓子をさ、シャクシャク確かにさ、よくないそれ一回これ一回、これね、これで食べましょう。シャクはもう、つむらいさんも私も共通していることが、まあ、カメラマンっていうことと、うん、まあ、カメラマンっていうのは、まあ、大元を、うん、大元大元を正すと、まあ、接客業の一つだからよね、まあ、そうだね、ってことですね。そうだね、あの、まああれによるよね、まあ、カメラマンの部類にもあるけど、ね、まあ、あの広告写真館とかね、あとあの風景写真館とかね、物撮りとかね、うん、あの風景とかは、まあ、対象物がね、あの食べ物だったりとかね、風景とかありますけども、まあ、我々は人を撮ってる仕事なので、うん、まあ、接客業かなという形なんですけども、うん、そうだね、でも接客業って面白くないですかっていう会話を。あー、なるほどね、いいね、はい、面白い面白い。まあ、カメラマンだからさ、うん、まあ、カメラ使って写真撮るわけじゃないですか、うん、写真撮るけども、うん、これそれよりも、あ、それよりもっていうか、それと同じレベルぐらいで、あの本当にお客さんと変わりのない会話をする時間が本当に好き。それはさ、うん、あれだよね、本当にさ、あの会話好きだもんね。あ、もう大好き、本当に話するのが好きかもね。本当にそれ伝わるもん。誰とでも行くからね。そうね、関係なく行くじゃんじゃんじゃん話しかけるし、じゃんじゃん行くじゃん。たまに人見知り発揮するけどね。いや、発揮する、うっそ、アベな環境はちょっと苦手だよねどんな時だよそれまあ心理的安全なわけですよ、うん、それは、うん、そうね、はい、で、なんかあります、エピソード的な、なんかこの仕事してて、うん、面白いよねっていうやつ。面白いよねっていう。なんだ、あのね、ちょっと話、あ、まあ難しいね。話からそれは、あの、それっちゃうんだけど、うん、このタイトルからそれっちゃうんだけど、うん、いきなりね、うん、あの、俺は、うん、その接客業ってやつを、あの、ディズニーから教わってんの、うん、